動画をご覧の皆さん、こんにちは、鈴木福です。認定 NPO 法人語り場の古野香織です。学校の校則など身の回りのルールを見直すルールメイキングについて、現役高校生の鈴木福君と一緒に考えていきたいと思います。福君、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、福君、校則を見直すと聞いてどんなイメージを持ちますか？そうですね、結構難しいことなのかなっていうイメージ、結構壮大なプロジェクトっていうイメージがありますね。生徒会長になったとしてもなかなか難しいことな気がします。やっぱ高校生としても結構難しいことなんじゃないかなと印象を持たれているということなんですが、はい、これからご覧いただくのはルールメイキングに取り組む岩手県立大槌高校の事例です。大槌高校2年生の中村ルアさんは、かつては校則はどうせ変えられないと考えていたそうですが、その気持ちに変化があったといいます。まずはこちらの動画をご覧ください。岩手県大槌町、東日本大震災の被害で人口は減り続けています。その地により魅力的な学校にしようとルールメイキングに取り組む大槌高校があります。校則検討委員会のメンバー、中村ルアさん、2年生。昔はなんか結構引っ込み思案だったんですけど、なんかはい、周りに流されてましたね。はい、なんか授業に入んなかったり、悪い方に行っちゃって、結構後悔してるんで、やり直したいっていう気持ちはあります。はい、そんな時、この学校でルールメイキングの取り組みが始まりました。なんか校則検討委員会があるできるって聞いて、自分は靴下の規定、長さだったりとか色がちょっと嫌だったので、その校則を見直したいなと思って、どうせ帰れないでしょみたいな思ってたんですけど、それでもルアさんは諦めずに動いてみました。1年生からのルアさんの担任、まず1年生のうちからそういったところに携わりたいっていうその気持ちを持ってるのも面白いなって思いましたし、この子たちが関わっていって何か大きく変わっていったらとっても面白いことになるんじゃないかなっていうふうに思いました。校則について連日アンケートや議論を行いました。そしてルアさん提案の靴下は色、長さが自由に、2ブロックも解禁されました。ここで私からの提案です。女子生徒のスラックスの着用を認めるべきなのではないかと思います。今、校則検討委員会では次なるルールの見直しが行われています。どうせ変わんないんだろうなと思ってたので、案を出してそこからみんなで話し合って変えられたっていうのがすっごく嬉しかったです。やりたいと思っていたことが大人に認められてやれるようになったっていうこと、やっぱりこう嬉しそうにしているなっていうふうに思っていました。校則大事かなとは思うんですけども、子どもたち、生徒たちに考えさせるものであってほしいなって、その思考力とか疑問を持つっていうのを奪うものであってほしくないなっていうふうに思います。変えられるという経験から成長を実感しました。中学校の時よりは頑張ってる自分では思ってます。前は流されてたけど、その自分の意見を言うことで結構みんな聞いてくれるんだなと思ったから驚きですね。
福君、動画をご覧になっていかがですか？そうですね、生徒たちの見直したいっていう気持ちをしっかり伝える力っていうのもすごいなっていうふうに思ったし、先生方が生徒たちの意見を聞いてあげてたのもすごいなっていうふうに思いました。どうせ変えられないと思っていた校則やルールについて生徒自身が問題提起をして、実際に変えることができたということは、生徒にとってもかけがえのない経験になりますよね。また学校でルールメイキングを進める上で、こういった生徒の成長を温かく見守る先生方の存在もとても重要だなと感じました。そうですね。では皆さん、次の動画でお会いしましょう。またね。